中山です私だけでしょうかね、ここ最近なんですが、不思議と物流リートが上昇して、オフィスリートが逆に下落をしているんですよね。 例えばなんですが、リートの運用資産というのは、皆さんご存知だと思いますが、物流があるでしょう。それからレジデンス、居住用ですね。オフィス、商業施設、ホテル、その他にヘルスケアというのもありますよね。それにそれらを取り混ぜた、総合型に複合型というのがあるんですけども、これらの種類ごとによって、運用成績によって大きく差がついているということになります。こちらがその表なんですけども、上から順番に、ホテルリートのインビンシブル。 それから商業施設代表の日本リテールファンド。それからオフィス代表の日本ビルファンド。これ日本で一番大きな規模のリートになります。それからレジデンス代表のアドバンスレジデンス投資法人。それから物流リート代表は日本プロロジスと。これだけのものを用意してきましたが、1月から直近まで、 え、上昇率というのは、ホテルリートマイナス60%、それから商業施設代表はマイナス44%、オフィス代表はマイナスの25%、それからレジデンスに関してはマイナス1%、ほぼ横ばい。しかし、物流リートに関しては、お分かりの通り20、20%も上昇しているんですよね。見ての通り、物流リートに人気も資金も注目も集まっているということになります。 実は私は物流リート2名柄持っていまして、えー、過去の動画でいずれも紹介はしてるんですけども、私、伊藤中アドバンスロジスティックス投資法人というのと、実はその、この辺にありますが、毎月配当のポートフォリオを作ってみようということで取り上げた日本ロジスティックスファンド。これも実は買い増しをしています。たまたまだと思いますが、え利、ー、は乗っているという状況になります。 まあこれがその両者の株価、投資口価格の推移になります、まあ、非常に値が上がっているということはお分かりいただけるというふうに思いますところで、なぜ物流施設リートが人気なのか、誰が買っているのか、それからこれから買ったら遅いのかといつ売ったらいいのかと、まあ、そういったところで気を揉んでらっしゃる方が多いんじゃないかなというふうに思います。 私もその一人なんですけども、まあ、そこで私が考える物流リートの最近の値上がりについてご説明をしたいというふうに考えています。まあ、これを見ることによって物流リートの投資の判断の参考になれば私としては大変幸いに思います。ただし投資はお分かりの通り自己責任でお願いいたします。では一つ目、なぜ物流リートが今人気なのかということについてご説明をします。 物流施設リートというのは、まあ、皆さんお分かりだと思いますが文字通り貸し倉庫に投資するリートになります貸し倉庫の大屋さんになって倉庫の賃料これが分配金の原資になるということになります、まあ、倉庫といっても最近の倉庫というのは非常に大規模でトラックが5階まで上がってそのまま荷下ろし荷受けができると、まあ、そういう非常にハイテクなものになっています まあ人気の理由というのは2つありまして、実は最近皆さんもお使いだと思いますが、通販需要の高まりというのが1つあります。それから、新型の問題、新型の病気の問題の影響を受けないと。これ人がいないからということになりますが、そういう人気の理由が2つあります。で現在では、リート全銘柄で最も時価総額が大きいものは、これまでオフィスリートの日本ビルファンド、 これでしたけれども、今最近ですね、一瞬だけなんですが、物流リートの日本プロロジスリートに入れ替わったというのが、日本経済新聞の記事になっています。実際、時価総額を比べてみると、これは先週の金曜日の段階なんですが、日本ビルファンドが、オフィスリートですけども、これが8472億円。日本プロロジスリート、これは物流施設リートになりますが、8235億円と、ほぼ拮抗しているという状況になります。 今後も新型の問題の感染者が増えることが予想されます。物流施設とそれ以外のリートの差がますます大きくなってくるというふうに予測することができます。私、たまたま YouTube のとあるチャンネルを見てたんですけども、YouTube のニュースチャンネルというところだったんですけども、たまたま高橋洋一先生という人が、 一瞬出してきた表になります私、これ非常にショックを受けまして、まあ、感染者数の推移になりますが赤いのがこの3月、4月の感染者数でそれから緑色のところがこれから予測される感染者数ということで、まあ、ますます増えているわけですけれども結局、太陽の紫外線でも梅雨の湿気でもウイルスが消えるということはなかったんですよね。まあ、今後どどどううななるか分かりませんんけけれどもも、まあ、ちではなんではすけども 今後再度外出の自粛、県外移動はお控えくださいと。まあそうなるだろうということは想定をして日々過ごしています。まあその時会議は全部ズームあたりで行うことになると思いますが、例えば今この映しているこのカメラ、皆さんからは見えないんですけども、このカメラでズームのカメラとして使えるように設定をしたということになります。 まあ普通はウェブカメラ、こんなちっちゃいやつだと思うんですけども、これだとですね、実は格段に画質が良くて、妙に背景見ていただければわかると思うんですが、妙に背景にボケ味があると。まあ、そういうインパクトの強いビデオ画面ということになって、目立って目立ってしょうがないということになります。まあ、そんなことはさておいてなんですけども、次の話題としては、誰が今買っているかと。えー、これも興味のあるところだと思います。物流リートを今誰が買っているかと。 7月になってから、イールドハンティングという言葉が出てくるようになりました。このイールドハンティングというのは、文字通りなんですけども、イールドってあの、利回りとか利率っていう言葉ですね。ハンティングっていうのは仮のハンティングですね。これは世界中の投資対象から、もう様々な国、様々な投資対象が今ありますけれども、文字通り利回りを求めて資金が動くと。こういうことを言います。まあ、それがファンドマネージャーの成績になるわけなんですよね。 で3月の下落を生き残った世界のお金、あるいはその後に起きた株式の上昇相場をつかんだお金が、日本のリートの物流施設リートという、まあ、たった2.5兆円ほどのものすごい小さなマーケットに集中をしてきた。えこれが原因であろうというふうに言われています。 まあその他にはですねオフィスリートから物流施設リートへ資金が繰り替えしている、まあ、こういう動きもあるんだろうというふうに私は考えております、まあ、これは新型のこの流行りの問題でオフィスの賃貸市場に懸念があるということを示しているからですねファンドの運用マネージャーがこの新型の問題の影響を受けないと それが債券よりも高い利回りがあって安定的に運用できていつでも換金して別のものに乗り換えることができるもの。まあ、そこで日本の物流施設リートだということで資金の運用先、投資先に選ばれている。そう思って良いと思います。次に今から買って大丈夫かということなんですが、これは大丈夫だと思います。 ただし、配当値には注意してほしいというふうに思います。まあ、イールドハンティングということで、世界中の投資のお金が日本の物流施設リートに集まっているということであれば、もし投資対象が他に見つかれば、例えばそれは金だったり金だったり金だったりすると思うんですけれども、まあ、そういったものが見つかればすぐに移っていくというふうに思います。 それから、配当をもらえるという権利が確定すれば、ひょっとしたら全部売ってしまうと多分ないと思いますが、まあそういうこともないわけではないと、えー、いうことになりますので、まあ新しいキャラクターの人が市場に参入してきているということですので、まあ私はですね、えー、当面はあ大丈夫だろうとは思いますけども、まあそういう方々の行動には注意していく必要があろうかというふうに思います。実は倉庫の空室率、 まあ倉庫市場といえばいいですかねまあそういったものを見てみると倉庫の空室率というのは去年から急低下しているということがありますつまり空きがないんですよねいちご不動産漢字の1に漢字の5と書いていちご不動産と呼びますこのいちご不動産サービスというサイトがありましてそこでは倉庫と工場に特化して不動産情報を提供しています これはあの有名なひらがなのいちごというところとは違うサイトになります。違う会社になると言ってもいいと思います。言ってみれば、倉庫会の三木商事、あるいは倉庫会の CB リチャードエリスと、まあそんな風に言うとちょっと褒めすぎかなと思いますが、ホームページはこちらになります。まあいかにも手作りっていう感じで、いいなっていう風にほのぼのするようなホームページになっています。実はここでは3ヶ月ごとにレポートを出しています。 これによると、今年4月時点の貸し倉庫の空室率、これは東京圏で0.9%、1%切っているんですね。関西圏では2.0%になっています。関西圏は1年前、2年前くらいはもう十数倉庫が余っていたという状況があるんですけども、非常にこの空室率が改善をしてきているというところが注目すべきだと思います。いやもう活目すべきと言ってもいいかもしれませんね。 でこちらが東京圏の空室の動向になりますけども、まあ、このように順調にと言えばいいのか、まあ、空室率は下がっているということになります。それから受給バランスは非常にタイトになっていまして、つまり供給と需要、借りたいと貸したいという人ですね。まあ、これが非常にタイトで、借りたいという需要側が今2割超過している状態が続いているということになります。当然、賃料も1年ほど前から上昇傾向にあります。 こちらがその賃料の推移になります。従、まあ、って、今物流リートを保有している人は、当面保有してていいというふうに思いますし、これから買っちゃおうかななんて思っている人も、今後もですね、賃料が増加して、分配金が増加するということになれば、皆様の投資口の価格の上昇も見込まれる。といわゆるそういうグッドサイクルが始まるということになります。 ただ、リートの場合はですね、びっくりするくらい値が上がるということはないというふうになります。こう、ゆっくりじっくりじわーっと上がっていくと、そんな感じでイメージしてもらえればと思いますね。まあ、これはなぜかと言いますと、以前なんかの動画でお話ししたことはあるんですけども、不動産の価格というのは、特にリートのような投資用不動産の価格というのは、賃料を利回りで割り算することによって求めることができます。 つまり今先ほど4300円程度の数字があったと思いますので4300円を例えば今物流系のリートの利回り、まあ、2.5%くらいですかね、まあ、実際の倉庫の利回りも、まあ、その程度でいきましょうということでいくと4300円を2.5%で割り算すると、まあ、価格が出てくるということになりますで賃料は確かに上昇余地はあります 少しずつじわーっと上がっていくんですけども利回りはこれ以上の下落予知というのはなかなかちょっと。 とと難しいいいかなという,ふうに思います、まあ、利回りというのは例えば国債とか株式の配当利回りとか、うん、公社債とか、まあ、そういったものとの関係で決まりますのでさすがにリートの利回りで2%台というのは、うん、かなり低い水準になっていますのでこれ以上低くなるかと言われるとなかなか下落予知というのはないということになります。 まあ株式と違いまして、リートに値動きを求める人というのは多分少ないかなと。まあかなり少数派だと思いますので、まあそれはそれでいいんじゃないかなというふうに思います。まあ大多数の人はリートっていうのは買って、まあほったらかしにしといて、まあたまに見て、あ、こういう感じかというふうに思われる方が多いというふうに思います。 それから4番目に注意点になるんですけども、これは配当落ちには注意してほしいというふうに思います。まあ、海外のファンドは配当狙いだと思われるかな、どうなのかなというところがいまいちよくわからないんですね。まあ、これからもし買うんだったら、配当落ちになった後の段階から買ったらいいんじゃないかなというふうに思います。 実は物流リートについては7月と8月、今月と来月に関しては決算月であるところが多いんですね。今の値上がりの背景にこれがあるというふうには思えます。全部ではないと思いますが、こういったことが値上がりの背景の一つになっていると言ってもいいと思います。こちらの表は 物流系リートの9つの銘柄、それから格付け、あまり関係ないですけども、それから投資口価格、それから利回り、これパーセントで書いてあります。で、最後見てほしいのが、決算月なんですよね。リートというのはご存知のように、半年に1回決算を行います。従って、半年に1回決算を待って、権利確定日まで株式を持っていれば、まあ、そのまま配当がいただけるということになります。まあ、それが、 上三つは7月、それから真ん中の三つは8月と。次は11月、12月という風うになっていますので、今月来月の配当を目指した物流経リートの会と。 こういうのも一部は考えられるということも知っていただければと思います。従って物流系リートの市場環境、えー、物流倉庫の市場環境は今非常にいいんですけれども、この配当落ちで今すぐ飛びつくと、あれっていう話になるかもしれないということは知っていただければと思います。物流系リートの人気というのは、これは今回は長期にわたると考えることができます。 私もリートというのはもともと長期保有するものだというふうに考えていますので権利落ちで少し安くなってから買っても私は損になることはないかというふうに思います、まあ、その分安く買えますし、まあ、持っていても毎日の値動きでプラスになる可能性が高ければ、まあ、そっちの方が気分がいいかなというふうに思います まあただ、そうなるとは限りませんので、視聴者様もよくお考えになって、これは投資なので、ご検討いただければと思います。最後に売り時なんですけれども、今買っていると言われている海外投資家のイールドハンティングのこの動き、弱くなるとしたら、他にもっと安定した投資先が見つかるまでということになります。 それは世界規模のお金の流れをずっと見ていくことになります。原油、それから金、それからビットコインもあるかもしれませんね。多分ないと思いますが。まあ、それから株式であっても、え、アメリカの株式、ヨーロッパの株式、日本の株式、最近中国の株式みたいな話になるわけですよ。で、その中で物流リートの周りでは患者数が今後増加することが見込まれると。それから受給はタイトであると。それから賃料は従って上昇していると。 まあ当面売り時はないと。まあ、これらのことについては全て物流リートの追い風になりますので、まあ、当面売り時はないものだろうというふうに考えることができます。米国株も最近なんかちょっと調子が変わってきたかなっていうふうに思えるところもありますので、まあ、物流リートというのはしばらく春を謳歌していくと。まあ、こういうことになろうかと思います。しかし気をつけないといけないことは配当落ち以外にももう一つあるんですよね。 現在、物流施設の供給も高水準で続いていくと。これも知っておいて損はないと思います。例えば私がここにいるところ、えー、この隣のインターチェンジの近くでも大規模物流施設というのが着々と建設されているんですね。 で、これは倉庫というのは割と作るのに時間がかからないという話がありますので、例えばそうですね、まあ半年もあれば倉庫の最低限のものはできるというふうに思います。まあリートの倉庫ということになると、まあ1、2年はかかるかなというふうには思いますので、まあ近々というのはいつになるかわかりませんけども、まあ近々空室率も上昇すると、えー、そこを打つと。 いう傾向がありまたホテルリートが例えば復活をするという見込みが出てきたり現在不調のオフィスに注目が集まるということになればそっちに資金が流れるということも予想されます、まあ、私みたいにですねホテルリートのインビンシブル投資法人 これはもうこの潰れないなと思って思わず買っちゃったと、えー、いうこともありますしね。まあ私が買ったところで,ですね、えー、別に変わるわけではありませんけども。まあそうですね、物流施設リートのー今後なんですけども、まあ短くて半年、長くて1年半はこの春を謳歌していくというふうに私はとりあえず考えています。 まあただ、私の言うことはですね、ぜひ鵜呑みにせずですね、常に他の人の意見も聞いて、ただ、日本の YouTube でリートについてなんかちゃんと喋ってるっていう人は私以外にあんまりいなさそうなんですけども、まあ、常に他の人の意見も聞いて、自分の判断で投資をしていただければというふうに思います。 まあ、うちはもう買っても何もいただけませんけども、損しても何もしないというところが特徴になっています。どこかのチャンネルと似たようなことを喋っていますけども、まあ、要するに投資は自己責任でお願いをいたします。よ、よろしくお願いします。まあ、以上、好調な物流リートについて、なんで上がっているのか、誰が買っているのか、買い時、売り時、それから注意点、まあ、こういったところについてご説明をいたしました。いかがだったでしょうか この動画が役に立った、面白かったという方はこのグッドのボタンを、続きを見たい方はこの辺にチャンネル登録のボタンがありますので最新動画の情報が届きます。コメント返しはサブチャンネル、この辺にありますが、で行っています。今後も住まいと投資に関する有益な最新情報をお届けします。ご視聴いただきましてありがとうございました。